石原忠史次郎石原忠史次郎3月6日から1946年11月8日は日本の内務、警察官僚、政治家、教育者、感染県知事、津市長、中央大学教授、福岡県菊群小倉町高屋町,町で石原正宏の次男として生まれる。福岡県立中学修有館を経て第一高等学校を卒業。 1913年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1914年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、内務省に入省し、京都付属となる。1915年9月、東京付属兼内務属となる。以後、栃木県理事官、特殊財産管理局事務官、第二課長、警保局図書課長、道外次課長。 県道保安課長、警察公衆所教授県内務所機関、社会局社会部長、同保健部長などを歴任。1932年6月28日、山形県知事に就任。協作への対策、農村経済の回復に尽力。1934年10月30日、千葉県知事に転任。県営水道建設の推進、純政治体制の整備。 食料増産体制の整備などに尽力。1937年7月7日に、異岸面本館となり退官した。その後、中央大学教授、大正大学講師を務めた。終戦後の1945年11月、津市長に就任。市民生活の復興と安定に努めたが、1946年5月に、市長を辞任した。同年11月に死去した。 ありがとうございます。